日本神奈川県横浜市中区愛いおい町愛いおい町は神奈川県横浜市中区の町名。住居表示未実施で、現行行政地名は愛いおい町1丁目から愛いおい町6丁目までのあざ町目が設けられている。郵便番号は231-0012。横浜の管内地区に南東北西に走る南東方向一方通行の愛いおい町通りに沿った。 約700メートルの細長い町域を持ち、南東が一丁目となる。南東は港台2を挟んで横浜公園に接し、北東は大田町、南西は住吉町に挟まれる。各丁目の境には1.2丁目境に、ベースターズ通り2.3丁目境に、関内桜通り3.4丁目境に、関内台24.5丁目境に、 馬車道5.6丁目境に博物館通が横切る。明治時代からの横浜中心部のビジネス街であり、オフィスビルや4.5丁目を中心に飲食店も多い。1850年から1856年にかけて大田屋新都として開拓された土地で、1867年に伊藤誠十郎により埋め立てられ、街並みが形成された。 1871年に起立し、1.2丁目が置かれた。1872年に高島海門が市場を開設。1873年に愛尾町3丁目より出荷し、1557棟を薬体化となった。消失した地区の最測量を行い、新浜町、若松町、緑町、高砂町、小松町、小船町、 駒形町を廃止し、あおい町、小野江町、住吉町、常磐町、ま子町、港町に振り分けた。町名は、陽極の高砂から取られた2017年12月31日。現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。